にご案内いたします。まもなくイルカプールに向かって右手奥のシャチプールにおきまして、シャチの公開トレーニングを行います。お時間のあるお客様はどうぞご覧ください。繰り返し館内のお客様にご案内いたします。まもなくイルカプールに向かって右手奥のシャチプールにおきまして、シャチの公開トレーニングを行います。お時間があるお客様はどうぞご覧ください。このトレーニングは水中観覧エリアと屋外観覧エリアのどちらからもご覧いただけます。またスタジアムの大型画面でもトレーニングの様子がご覧いただけますので、スタジアムでお待ちのお客様もぜひお楽しみください。こちら水中観覧エリアでお待ちのお客様にお願いいたします。一人でも多くのお客様にトレーニングをご覧いただくために、こちらのエリアでは座ってのご観覧をお願いしています。お客様の両サイドに床に敷くマットをご用意しておりますので、ご自由にお使いください。お立ちになってのご観覧をご希望のお客様は恐れ入りますが、壁際に寄ってのご観覧をお願いいたします。こちら地上のモニターと左右のモニターでは屋外の様子もご覧いただけますので、そちらも合わせてお楽しみください。続きまして屋外観覧エリアでお待ちのお客様にお願いいたします。岩や手すりの上は大変滑りやすい危険ですので、登らないようにお願いいたします。またこのトレーニング中に限り、カメラ等の三脚のご使用はお控えいただきますようお願いいたします。トレーニング中、シャチのジャンプする場所によってはお客様の方に海水が飛ぶことがあります。カメラ、携帯電話など濡れては困るお手回り品には十分ご注意ください。なお、プールサイド間際での分身はご遠慮いただいております。ご協力お願いいたします。屋外観覧エリアが混雑していて、シャチのトレーニングが見えづらい場合がございます。スタジアムの大型画面でも公開トレーニングの様子がご覧いただけます。大型画面では水中のシャチの様子もご覧いただけますので、ぜひスタジアムからも公開トレーニングをお楽しみください。それではシャチの公開トレーニング開始のお時間まで今しばらくお待ちください。やることはやってた、やることはやる、テストもちゃんとできる、テストも悪くないけど、改めまして皆さん、こんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。それではシャチの公開トレーニングを始めていきます。さあ、こちらのプールには2頭のシャチがやってきています。この2頭のシャチは親子のシャチなんです。それではまずは1頭ずつご紹介していきたいと思います。ではまずは右側にいる小さな方のシャチからご紹介していきましょう。このシャチ、子供のシャチで名前をリンと言います。リンは2012年11月にここ名古屋港水族館で生まれた子供のシャチです。今月13日で4歳になります。まだまだ子供のシャチなんですが、とっても大きく成長しています。現在体長は 4.1m、体重は 2.2kg まで成長しているんです。ですが、ジャンプにも迫力が出てきています。足元が上手にできましたね。トレーナーの元々の
で一番大きな動物で、体長は 5.2m、体重は 2.2トンもあります。推定年齢30歳の立派なお母さんシャチです。カステラは餌の魚をもらって褒めてもらっていますね。このトレーニングの時間はシャチたちにとって餌の時間でもあるんです。餌は魚のホッケ、サバ、ニシンなど皆さんにもおなじみの魚をあげています。一番大きなステラは1日60キロから70キロもの餌の魚を食べているんですよ。さあ、そのステラが再びジャンプに向かいます。今度はお腹を上に向けて助走を取っていまして、背中から落ちるバックビートを披露です。
ステラもとても大きな体を持ちますが、こんな機能が多いものですね。
です。この先も消すことはないというのがポイントですので、ぜひ覚えてください。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお過ごしください。